はい、どうも、皆さん、こんばんは。南極の王こと、シザでございます。ということでね、本日も、マリオカートイントロダクスの方をやっていきたいなと思います。いきましょう。スタートということで、本日もね、マリオカートのお時間がやってきましたということで、はい、久々です。皆さん、お久しぶりです。2日ぶりです。3日ぶりかな、まあ、一応配信やったんで、まあ一応2日ぶりって手でやってますけど、はい、皆さんお久しぶりでございます。皆さんね、受験とかね、はい、テストとかいろいろ重なった人多いと思いますね。本当皆さんお疲れ様でした。まあね、もう僕はもう重いぞ、もう休みなので、はい、もう自由奔放に生きていこうかなと思います。ということで本日のね、企画の方喋っていこうかなと思います。本日はね、日本語禁止縛りという、あ、日本語じゃねえ、英語禁止縛りということで、ちょっとゴリラどいてくれ。うん、今日は、まあ、日本語縛りということで、まあ、日本語しか使えませんということで、おそらくね、まあ、次のレースから、まあ、ねえ、ちょ、もう危ない、あいつ、ま、ねえ、ちょ、もうあなた危ない、ちょ、やめて、やめて、極力さ、ちょっと、うるさくしないでっていうね、ご指摘いただいたので、本当に、静かにさせてもお願いってことで、はい、説明の方をしていこうかなと思います。はい、一応日本語縛りということで、まあ、こういうね、アイテムボックス、今はね、言っていいです。今はちょっとまだ縛ってないんで、まあ、言っていいんですけど、まあ、説明なんで、ね、はい、説明なんでちょっと喋らせていただこうかなと。まあ、アイテムボックスとかはもう禁止。もうボックスっていうのは英語なんで、はい、そういうのはダメよと。まあ、工夫してね、まあ、日本語に引き換えてくださいということで、やっていきたいなと思います。よろしくお願いします。ちょっとね、頼む、喋らせてくんない、君たち。ってことで、日本語縛り、まあ日本人ならね、日本語縛り余裕でしょっていう話ですけど、ちょっと案外きついよ、この縛り。まあまあ、まあまあきついよ。さあさあ、うわ、本当に危ない。ちょっと待って、お前のリカバリー、それすごいな。さあさあさあ、危ない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 。さあ、今のところ5位。まだまだ、まだ手使わない。まだ手使わない。使おう。使うわ、ここで使う。ここで使っといて、木野さん、OK ね。さあ、あとはもう突っ走ろう。うわー、ダブル交換できない。いや、4位ぐらいでいいや。4位ぐらいで OK。よーし、ということで、あ、3位だ。3位だ。OK!3 位ってことで、この後から日本語縛りの方やっていきたいなと思うんで、よろしくお願いします。ということで、第2試合目いきたいなと思います。よろしくお願いします。ということで、いきましょう。さあ、ということで、第2試合目の方をやっていきたいなと思います。第2試合目は、魚の海、行きましょう。スタート、一応、まあ、字幕の方では、一応ね、テロップの方では、まあ、普通にね、このコース名、この、なんて言ったらいいの？この、やべえやばい、まあ、一応ね、テロップで書いてあるんで、まあ、そちらの方が、参考にしていただければ嬉しいです。はい、ということで。めちゃめちゃ難しいです。はい、日本語縛り。めちゃめちゃカミカミなんで、よろしくお願いします。ということで。基本ね、基本なんか英語とか、なんか自然と使ってんだよね。日本人って案外。だからめちゃめちゃ難しい。ってことで、まずは、キノコ、なんて言えないんだ、これもう。危ないですね。ちょっと兵隊さんが危ないです。はい、兵隊さんが危なくて、さあ、今のところ4位に上がっております。4位に上がってまして、一応英語とかね、言っちゃったら、まあ回数書いとくんで、よろしくお願いします。ということで。さあ、まずは赤コーラ来まして、まあこれはいいでしょう。これはいいです。はい、赤コーラはまあ仕方ない。さあ、赤コーラは仕方ない。ちょっと危ないですね、この人たち。ちょっと危ないですね。さあ、今のところ5位でトゲコーラが行きましたね。トゲコーラが。さあ、ここで1位が、ふんだんにボコされましたんで、ここでもう一発ボコし合いましょうか。さあ、ここで、炎を使っといて、炎に、いや、もう一応、お前、核戦争が起きてますね。はい、核戦争起きてますね。よろしくお願いします。さあ、まずはしっかりここは止まっていきます。一応、今回の動画は極力カットなしでいきたいなと思うんで、よろしくお願いします。あ、行っちゃった。行っちゃった。あ、一応ね、これは編集事情なんで、はい、よろしくお願いします。切り取りね、切り取り。本当は切り取りです。はい、切り取りね、なしでいきたいなと思うんで、よろしくお願いします。もう本当に俺やってるわ。ガチやってる。まあ、最終的に英語何回言ったかはね、皆さん、予想してみてください。ということで、炎が出まして、炎、ちょっと、炎使っといて、さあ、何位に上がれるかな。
まあ、5位ぐらいかな。8位。8位。ちょっと意味が分かんないね。ということで、まあ、なかなかね難しい、縛りとなっておりますけど、第3試合目いきましょう。さあということで、3試合目の方もありました。3試合目は吉原ということで、あ、吉原じゃねえ、あ、いいか、高校へ。あれでもさ、いいんか、あ、まあいいや、あ、まあちょっとあのもう英語言ってたらごめんなさい、ちょっともう感覚わかんなくなってきた。さあということで、核武装が始まっておりますけど、行きましょう。OK、当てといて。今日の動画はね、マジであの4レースか5レースぐらい走ったら終わろうかなと思ってるんで、よろしくお願いします。なかなかちょっとこの縛りめちゃめちゃ難しいので、あ、ごめんなさい、本当に許してください皆さん。最近ね、ちょっとあのいろんなね、あの声を聞きましてですね、まあ、ちょっとうるさいだとか、まあ、ちょっとねご指摘の方をいただきましたので、まあ、ちょっと極論ね、まあ、実況スタイルは変えずに、まあ、ちょっと神明かしと神明かしちゃったね、神明かしちゃったね、もう神明かしちゃったよ。さあここで、もう裏スター持って、これめちゃめちゃ強くないかって話。あ、また行っちゃったね、これまた行っちゃったね、うん、やばいやばい、ちょっと星って言おう、星、うん、星。さあこれで今んとこ、なんて言えばいい、なんて言えばいいんだこれは。まあ、なんかが2つありまして、さあ今んとこ、2位入りました。これ全然1位ありますよって話だよね。はい、これめちゃめちゃ強くない、アイテム、アイテムじゃない、間違えた俺、ちょっと待って、ちょっと待って、やばいやばいやばい、本当にやばい。さあ、これはまあ上空抜きで、まあこのまま行きましょう。でまあトゲとか来る場合もあるので、まあまあここちょっとやばいんですけど、やばいんですけど。さあ1位で星持ちというね、最高すぎる展開が、広がってますが、使っとこう、使っとくわ、ここで、ここで使っとく、使っときの展開で、さあ核、核置いときます、核を置いといて、さあここで核を置いといて、でこのまんまも突っ走っちゃいましょうって話。めちゃめちゃ難しい日本語縛りでしたけど、なんとか1位取れそうです、なんとか1位取れそうです、ありがとうございます。ってことで、はい、しっかり、1位ということでありがとうございます。1位獲得、 OK。 いやマジで超難しい縛りですけど、まあ、頑張っていきましょう、残り2レースぐらい、はい、ってことで、まあ、なんとかねいい位置獲得できましたということで、第4試合目、第4試合目いきましょう。さあということで、4試合目の方参りました。4試合目は火山ということで、火山ステージですね、やっていきたいなと思います。行きましょう。また英語言ったね、うん、自覚してます、重々自覚しておりますので、あ、皆さん、あの左下のねカウントの方よくよくよく見といてください。よろしくお願いします。さあまずはちょっと、ぐだってしまいましたけど、ここはしっかり、金色の、弾を使っていきましょう。さあ今んとこちょっと危ないですね、後ろが、後ろの方々が危ないのでちょっと気をつけていきましょう。さあまあ下の、アイテムの、あ、アイテムじゃない、箱を取っていきましょう、箱をね、箱をとにかく取っていきます、箱を取っていきまして、さあここで後ろに、ゴリラが食べるものをつけときます。表現ひどいな。ゴリラが食べるものを、装着しといてですね、さあこのまんま、前を、突っ走っていきましょう。このまんま前を突っ走っていきまして、さあ、トゲコーラが来てしまいましたが、ここはリカバリーでいきます、ここはリカバリーでいきまして、 OK、 ここはもう全然リカバリーで OK で、まあここで来ましたか、ここで来ちゃったと、よいしょー。さあここでしっかりミス、ちょっとやばい、やばいです、ちょっとめちゃめちゃ縛りに気取られまくってる。ってことで今んとこ4位ですね、はい、いや前がやり合ってくれれば全然問題ない、後ろには投げないね、君、吹雪さん、吹雪さん、よろしくお願いします。前しばけるね、それ、それめちゃめちゃ前しばけるよ、
赤コーラは僕ではない。赤コーラは僕では僕でした。さあやばい、ちょっと待ってね。緑コーラを展開している人がめちゃめちゃ多い。これはなんだ、数学の展開ですか。これはちょっと危ないです。天心、天心班。おおお、ナイスナイスカメラ、ナイスじゃねえな、これ絶対ナイスじゃない。ただこれ普通にいい順位いけそうですね。3位ですか。3位です、いいね。めちゃめちゃ難しいのにいいよ。 OKOKOK。 おー、素晴らしい素晴らしい素晴らしいです。ラスト1試合目いきましょう。さあということで、本日最後の、1試合にさせてください。最後の1試合は、でかい人のお城行きましょう。でかい人のお城でございます。ということで、まずは1位で、金の玉を持っております。さあまずは1位で金の玉を持っといて、さあこのまま行こう。さあ1位で金の玉を持っといて、さあここで割っていきましょう。さあ今んところ2位か、まあまあ悪くないですね。さあ、金の玉今んところ7枚ということで非常にいいです、非常にいい感じです。さあここはもうどんどん集めていきましょう。まあ、今後ね、まあ、なんかいろんなネタやってくださいっていうね、意見がありましたら、ぜひともね、よろしくお願いします。たくさん書いていただけると、本当にね、もう僕はありがたいんで、よろしくお願いします。ということで、今のところまた1位でございます。さあ、このまんま、まあ、前をずっと走っていけば、また1位取れるんじゃないでしょうかって話で、行きましょう。さあ、まずは左側をしっかり走っていきます。さあここでちょっと、ゴリラの、食べ物を置いておきます。最高です、ありがとうございます。青トゲさんありがとうございます。消しといて、ここしっかり消しておきます。よいしょ。でここでしっかり2つのアイテム、2つの箱を割って、さあここうわーマジか、最悪だ。さあでもここ2位で割りたいんで、ちょっと2位で割ろうか。2位で割りたい、よし2位で割ろう、よし2位で割って OK です、めちゃめちゃいい。さあ前の人があれだね、防御ですね。あーでもトゲいきましたね、素晴らしいです、最高。さあ2位の人がトゲを食らっていただいて、さあ赤コーラ2つということで、さあこのままどんどんいきましょう。さあまずは飛んで、さあこっから、あー箱は開けれなかったけど、まあ1個あるんで、ちょっと大丈夫かそれ、それ大丈夫かって話なんだけど、これちょっと後ろがちょっと揉み合ってるんで、嘘でしょ。3位ということで、本日日本語縛りということでいかがだったでしょうか。ちょっとねカミカミの状態でしたけど、まあまあなかなかねいい試合できたので、まあ良かったかなと思います。ということでまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。